毎度セイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やりましょう。では頂上やりますか。今週の一発目ですね、木曜日やっていきましょう。頂上決戦、選択チャレンジね。ダイモンさん、さあダイモンゴロー来ましたよ。アイコンはルガールやったけどな。エイジ、アンヘル、センチャレっすね。わあ、これシンゴ取るけどヤシロ欲しいな。ロバート、ユアル一体ですね。さあクリザリッドと暴走マキはやめてほしいですね。やっぱり暴走マキはやっぱワンランク上なんでね。さあ何が出るか。先制は取られてる。めっちゃ考えてるな。そんな考える？オロチですね。オロチクリザリッド。カスミもおった。ゲニか。先制取られてる。防御型いないやん。シンゴしかおらん。やばいな、これは。どうしようか、これ。攻撃的すぎるっすね。これ、モモコとかアンヘル、ロバートでしょ。もう今日頭に出して、今日捨てる形でいこうかな。怒りダウンキャラいないっすよね。状態異常がでも嫌な感じだけど。さあ、どんな感じか。ああ、状態異常いっぱいおる。キングとミスタービッグ。お、スキルなかった。よーし、これはもういきます。このまま。使っていく。これでミスタービッグ結構減らせるからね。4割ぐらい減らしたんちゃうかな。もう今日は捨ててるんで、ここは前に置いてます。これで今日やられて、ワンチャンシェルミーとか前出せへんかな。あ、そのまま来た。防御いないからな。そこ辛いっすね、ほんまに。ビッグで回収。うん。これもビッグ倒せるんですけどね。モモコ行っとこうか。モモコでもビッグ倒します。モモコ、お前置き。あー、復活したわ。俺どこ叩こうかな。シェルで行くか。シェル叩きましょうか。怒りダウン。これ、ヤシロ復活したけど、必殺使えるんちゃうかな、オロチヤシロとして。それやったらだいぶ厄介っすね。ゲージはそのままなんで、おそらく使えそうやな。ほら、もうこれ強いって。これ、ダメ減硬くなられると困るっすね、ここで。これはもうこのままでいいか。ほんま行きましょう。あー、こんな時に信号スキル出ない。あ、信号でもあれか。あれっすね。必殺打てるね、これ、前で。さあ。うわ、打てるけど、こんな感じなんの。マジっすか。これ、使っとこう。いや、最悪や、これ、オロチヤシロ、マジで、あれっすね、余計なことしたな。これは、わー、今、倒せたらよかったんですけどね。全滅無理やな。てか、こっちが全滅するんちゃうかな。こっちが全滅しそうっすね。オロチとUR何やったかな。あ、クリザリッドや。やばいな。負けや。全滅やわ。オロチクリザリッドで。きついっすね。あれ？調整してきたで。スキル出るとモモコ倒れるんじゃないの。スキル。基本レイジ。出てない。あと、オロチか。シンゴスキル。あー、これやばいな。これやばいっすね。オロチでしょ？シンゴがでも一応防御型なんでね。まあ、耐えれる可能性はあるけど。シンゴの方でスキルがめっちゃ弱いわ。カスミと？オロチ。それじゃあ無理でしょ。クリザ溜まってないでしょ、今のでは。これクリザ溜まってたらえぐいよ。うん、これはしゃあない、マロカレ。クリザ、溜まってないよね。まあ、シェルミーか。これシェルミー先の方が良かったけどね。やばい。うわー、もう最悪やで、これ、ほんま。これは最悪やな。ちょっとあれっすね。ちょっと厳しかったかな。でもメンバー的に防御がいないからね、安定力がなかったのはありますけど、
まあ、それでもかなり勝てたと思う戦いだったんですけどね、やられましたね。じゃあもう一回いきます。ヘビー D 先制取られた、ジョンフンね、K ダッシュ。もう一体はまあ言うわり弱すぎやな、さっきもですけど。こんなもんギースとベニマルってどうすんの。ギース取る。先制は取られてる、ベニマル、オロチ、マキ、ロバート、やめようかマキ出てたらやめていいですかね。ちょっとやる気が出ないな。マキ出てたらやめましょうか。マキ出てたらというか、まあ出てるでしょうね。ちょっとやる気が出ないんでやめます。マキ出てた瞬間やめる。さあ考えてますけど、はい終了。ちょっとモチベーションが上がらないですね、今のメンバー的に。もう一回行こう。じゃもうマキ出たら降参でもいいってぐらい、ちょっと嫌な感じやな。 SNZK さんね、先制取られましたね。クラーク、モモコ、これはビリーにしとこう。防御のビリー。最後 UR 出たー。こっちに来たよマキ。でも暴走やからな、この選択がね。暴走やったらまだ全然マキに対抗できるんですけどね。うわーこれ弱いでメンバーもう全滅狙いますわ。こんなん全滅特化メンバーしかおらん。ちょいチンクラークとかね、こんなもんもう全滅狙います。じゃあちょい置いとこうか。アテナやられてって感じ。おしいいね。防御型いない。防御いないっていうことは全滅狙いやすいね。これはこのままいってもうアテナ使わない。バッドでいこう。これエイジ下げてくれへんかな、ここ。あー下げへんね。暫定ツハー使ってきた。お暴走スキル出ない。でも今のゲージ溜まったっすね。よしほんならまあチンでいいかな。いや一旦調整でもいいかな。こういきましょうか。それかちょい出して、いやいっか、こういこう。うん、わあもうちょいの怒り上げたやん今マキ。お下げてくれたの。これエイジ下げるともうほぼ全滅取れるっすね。よしマキ、ラモン飛んできた。おっともう全滅取ったんじゃない。クラークチンで、いやまだ無理やな、まだ無理せん方がいいか。じゃあこういこうか。いやこれでもスキル出てほしいな、ちょいは。今の場面はビップは、チョイスね。うん、ラモン。暴走スキル出てるかな？暴走スキルは出ない。これ、マキね、打ちたいけどな。エイジ倒すか。マキ打って、いや、難しいか、そうなると。シン・クラーク、マキで全滅取れそうなんですけどね。シン・クラーク、マキ、ギース、モモコで行こう。多分これで取れるでしょ、もうすでに。これ、チンでエイジ倒しましょうか。多分取れると思うんですけどね。クラーク、で、マキ、多分取れるっすね。モモコ、うん、取れましたね。チンは弱ってるけど、ここかな。これでいけました。まあ、こんな感じでね、強引にいけるんで、まあ、さっきの、戦い、僕が、やめたんすけど、まあ、相手にマキがいるとこういうね強引なやり方されますから、まあ、それでねちょっとマキはほんまにっていう感じしますね。まあ、今回でもマキのそのチート能力で勝たせてもらいました。ってことで今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。